っていうのは、もう一つの点があるんです。逆に私が日本語を勉強してですね、もちろん最初は日本語は非常に難しいと思ったんですね、大学で。でも都会大学行ってどんどんこうよくこう話すようになったんですね、はいはい、でたくさん言語も覚えて、まあ、漢字も覚えてですね、書けるようになって、まあ、もちろんそのワープロが入ってきたらもう書くのを忘れちゃうんですけどワープロってただやっぱり日本語のやっぱり難しいっていうのは分かったんですよ。で言葉と漢字と発音とかではないですね、文法ではないです、はいはいはい、どこが難しかったかというとやっぱり日本の皆さんは、なんですかね、言葉だけではなくて、メンタリティが共通で、時々最後まで言わなくても皆さんお互いに通じ分かるんですね、言いたいことはですね、はい、でそこを覚えてるのは非常に難しかったですね、はい、言わなくても分かるだろう、分かってくれるだろう、分かってるはずだなんてありますよね。その前提で私が困った時は、困ったのはですね、こうやって言葉はまあ結構もう困らない、時だったんですね、はい、で新聞はもう、辞書を持たずに読めたし、まあ、テレビ見てこの辺で分かったんですけども、でこうやって喋ると逆に向こうの日本の友達とか、ビジネスパートナーは私がもう日本人と同じく完璧に日本語を分かってるという気持ちと気持ちで話してくるんですね、それで言わずに言いたいことはもう喜屋さん分かってるんじゃないかって思って言ったんですよ、で困ったんですね。なるほどですね最後まで言ってほしいっていう、はい、そこはね、あれ分からないよ、こんなこと分からないよ、そんなこと分からないって逆に文句言われたんです。なるほどそこがやっぱり日本の難しいところなんです。日本語の難しいところなんです。そこなんですよ。そうするとやっぱり日本の皆さんはそう外国人と例えば外で英語で、あるいはフランス語で接触するときははっきりと最後まで言わないといけないという能力を見つけない。逆に日本の皆さんにとって常識なことは向こうにとっても通じないときもあるんですね。はい。最近も日本人同士でもコミュニケーションできないケースもあるんですけど、それはもう多分若い世代と下の上の世代の間のあれはどこもあるんですけど、それはですね、逆に日本人同士であればそのあうんの呼吸とよく言いますけれども、行間を読むとかね、例えば同じジョージア住民であればそれは言わなくても分かるだろうってなるんですか、そういうケースもあるんですけれども、でもほとんどこうはっきりと言っちゃうんです。あ、ごめんなさい、はい、